はい、こんにちは。李翔ゲーム、李翔 TV です。お久しぶりでございます。最近はね、ちょっと筋トレにはまりすぎて、まあ、ちょっとね、最近あんまり、実況というかね、できてなかったんですけど、本日ね、リトルナイトメアっていうね、このゲーム、プレイステーションストアにて、ダウンロードできるようになりましたので、やっていこうかと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ね、李翔ゲーム、李翔 TV、ちょっとね、いろいろと今ね、まだ迷走期でございまして、ちょっとね、僕もしかしたら、筋トレ動画もね、一緒にアップしていくか、それとも、まあ、筋トレのチャンネルにしていこうか、まあ、ちょっと今ね、ちょっと、考えておりまして、よくね、よくあるある YouTuber あるある、迷走期というね、感じだと思いますが、これからもね、もし、ご覧いただけるようであれば、ぜひぜひ仲良くしていただけたらと思います。追加コンテンツをチェック中。ちょっとよくわからないですけどね。はい。いやー、しかしね、スライダーで明るさを調整して、リトルナイトメアの世界をお楽しみください。どれぐらいがいいんだろうね。あんまりわかんないけど、こんなもんにしとこうか。目が表示されたときは電源を切らないでください。ございます。はい。ということで、ニューゲームいきたいと思います。ね、まあ、全然話関係ないですけど、僕がなんで筋トレで、まあ、そのチャンピオンを目指しているのかっていうね。まあ、李翔は今何やってんだみたいなね、なんかたまに言われることがあるんですけど、昔ね、たくさん僕ね、ライブ配信で応援していただいて、誰かの力をお借りして、トップライバーとかね、そういうのになれたっていうのがあったので、今度はね、恩返しのつもりで、あえてその険しい道で、トップを目指すっていうね、ことが、まあ、感謝の気持ちとか、自分を今後のね、さらに成長させるための、ステップだと思って、僕ね、日々頑張っております。で、本当に昔は誰も助けてくれなかったりとか、まあそういう、本当にね、批判されたりとか、まあすごいなんかよくわからん、先輩ライバーに先輩風吹かされてなんか説教されたりとかね、いろんなことあったんですけど、まあ、僕はね、僕のその自分のマイノリティ、まあ少数派というかね、僕が好きな言葉なんですけど、それをね、目指して頑張っていきたいと思ってます。で、そこを、まあ、誰かがね、見てくれて、共感を得てくれて、頑張ればね、最終的に自分が結果をつかめるんだっていうことを、体感してもらえたらなっていうふうに思って、日々僕はね、頑張って生きて、自分なりに生きております。どうぞよろしくお願いいたします。改めましてね。はい。リトルナイトメア、スタートします。なんかリアルだね。初めてやるからさ。これ、ライターつけられるよ。はい。これ火つけた方がいいのかな？これ火つけられる？これ。あ、つけられた。これはどうしたらいいんだろう？火をつけたのはいいんだけど。ジャンプ使ってなかったね。ジャンプを使ってみよう。×ボタンかな？四角ボタン？違うか。これ分けるんじゃないのかな？どうしたらいいんだろう。操作がわからない。なんかやってる。しゃがむのが L2。つかむ R2。R2 か。つかんでみよう。それではいきます。しゃがむは L2。
混乱するまだ。おう。ジャンプして掴めんのかな？掴めないか、さすがに。とりあえず行ってみよう。こっちは手前とか行けんの？行けなかったです。はい、テクテク上がっていこう。これさ、思うんだけどさ。あ、これ掴めるもしかして。何これ、掴んでも開けられないのか。何だこれ、なんだなんだなんだこれ。ん？ちょっとわからないけど、思ったままジャンプできるのかな。何これ。あ、終わっちゃった。終わっちゃって、終わっちゃってよかったの。彼は非力なんだね。彼だか彼女かわからないけど。とりあえず行こう。トイレットペーパーも出た。読めんのかなこれ。あの椅子を移動させて移動するか。ちょっと合ってたみたい。おお。すごいね、なんか。これ何これ。火がつくとかじゃないよね。何これ、あんまりなんかライトつけていいのかわかんないからさ。あ、上に行けんのね。とりあえず掴むとしゃがむをとりあえず一番使うのかな。なんだあれ、触ったら死んじゃうかな。これは回せるのか。回せない。なんかやばそうだから触んないようにしよう。あ、これライターつければ、そういうことね。やばいやばい、なんか来た。ああ、捕まったらいけないわけね。そういうこと？意味わかった。ちょっとこの表示いらないよね、ツイッターとかのね。よく考えたら。
消しといた。よし、行こう。こういうのはね、俺得意だと思うんだよな。バイオハザードで鍛えられてるからね。ただこれどうやって、あ、勝手につくんだね。あいつらに対抗する術はないのかな？対抗する術はないんだろうか。ライトつけるとかでダメなんだ。あ、ダメだ。とりあえず、逃げよう。なんだこれ。どうしたらいいんだ？これ燃やせばいいんかな？しゃがんで掴むことはできるか。お、いけるんかい。下手にライトつけていいものなのかな。あ、なんかいる。セーブが入ったよ。お、あー、忘れてた。忘れてたやないかい。しくったな。いやー、ちょっとあれだね、気抜くと死ぬねこれね。そりゃそうか。おー、どうやって避けるんだよ。なんかすごいライトつけるの手戸惑ってるけど、だいぶ。落ちるんかい。こっからか。ジャンプすればいけた。とりあえず、上に登っていけばいいかな。掴む。ない。ちょっとまあ操作がわからない。難しいね。何も見えねえ。こっちで良かったのだろうか。聞く方でした。閉まっちゃうよ。
なんか持ってくんのかな。なんだろう。動かせないしな。唯一持っていけるものってさ、これぐらいしかなくなる。あれ？意味あんのかな？めちゃめちゃ暗いからわかんない。やばない？暗さがやばい。こんなもんかな。ない。わからない。なんだろう。ここをジャンプしろってか。おーい。なんなんだよこれ。間に合う速度じゃねえぞ。どうしたらいいの。走る四角ボタン。走れたんだこの子。走れたんだね。何なんだあいつは。下手にジャンプは死ぬかな。走れ走れい。なんかいた。ミイラみたいなやつ。ミイラみたいなやつがいました。ライトつけて。あんまり行って大丈夫なのかな。火つけられないの。電気が怪しいよね。電気がめっちゃ怪しいから。扉邪魔じゃね。閉まんないのかな。あったあったあった。これどうやっていけばいいんだこれ。あ、これ引っ張ればいいのかな。走んなかったら大丈夫。おぶね。時間で。この上なんか意味あんのか。ないか。さすがにないよな。登れるかお前は。登れんのか。登れんのか。そんな力がないのか。ないようですこの子には。自分だったらもう速攻登れんのに。うわ、これも。ってことは
結構ダッシュしなきゃいけないってことかな。おお、危ね。ああ、そういうことか。あそこか。ああ、一回一回行かなきゃいけないのね、多分ね。で、もう一気にダッシュで駆け抜けると。だから結構時間が余ってたわけだ。頑張れ。多分時間はギリギリやぞ、これ。死ぬ。あぶねえ。いやー、びっくりしたよ、ほんまに。これ開きそうじゃない？開かないか。はい、失礼しまーす。人らしい人がまだ。おっと。なんだ。固まるのか。そういうことか。これで小さな子供たちがやられてたのか。やばいな、これ。これはやばいな。今か。あ、やばい。影に隠れろ。ダメかー。しゃあ、もう一回行こう。ダッシュ。結構ね、この子体力あるよな。たか。これは登れってことか。なんかさ、横のとこ怪しいよね。こっちは怪しくない？怪しいよね、これ。ああいうのちょっと気になってしまう。ダメか。ここからジャンプしていけないのかな。あ、いけた、やっぱり。いけた。やっぱりいけた。こんにちは。なに。やっぱりいけたよ。すげえ気になったの。なにこいつ、かわいいんだけど。これは何なの？こいつ、分からん。登れないんだね。分からない。何なんだろう、この子は。
意味があるんだろうか。貯めることができるのね。これどうだ。なんか意味があるはずなんだよ。この子がだってなんでいるのかわからんもんな。よくわかんねえ。ちょっとよくわかんないや。ありがとう。まあ、なんかわからんけど、見つけられたってだけでいいや。じゃあ何なん？なんも意味ないんかな。なんかアイテム的なものが手に入るってことはなさそうだよね。なんだこれ。なんなん、マート漁師かって。魂を救ってんのかな？わからんけど。感覚的に。バウン。おっと。これはまずいんじゃない？よくわからんから突き進むでしょ、これ。とりあえずわからないから逃げよう。まだ怖いとかはないね。すごい後ろ見てるけど。お腹が痛いのか。お腹が痛いのか、お腹減ったのか。なんだ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 。お腹が減ってるような感じではないよね。お腹がそんなに減ったの？え、どういうこと？ちょうだい、それ。あ、くれた。食べてもよかった。ありがとう。どこぞの人。シャワールーム。
なんだなんだこれは。また電気通ってるぞ。ちょっと難解になってきたな。あそこに飛び移るやつなのか。危な。どうしようどうしようどうしよう。どうした少年。少年か少女かわからんけど。どういうこと？揺らすんかな、これ。あ、上に上がるってことね。はいはいはい。揺らすんかと思っちゃった。結構上行かないと、これさ、厳しくない？行き過ぎてもダメ、これ。ダメだね。あんまり上からジャンプしたらこの子死んじゃいそうだもんね。ちょっと下がろうか。いけるでしょ。ちょっとお待ちを。これなんだろうな。なんだなんだ。よくわからんの。全然わかんないんだけど。おお、そんな行くんか。よくわからん。あ、そういうことね。はい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 。乗ればいいんね。乗って乗ればいいんだ。乗ればいいんだ。とりあえずね。で、これはゆっくりでもいけるわけだ。で、ちょっとゆっくりすぎたかな。いや、つかんでほしかったんだ。君、登れるんだろう。なんかいるよね。なんか嫌な予感するんだ。タバコみたいなの吸ったんだね。ダウン。停電だ、停電、停電。
停電だ。停電だよー。うわあ。え？ああ、そういうことか。停電だよじゃねえわ。あっち行けるんや。何言ってんの。気候に走ってた。これ落とすっぽくない？あ、救ってあげよう。出ておいで。大丈夫か？ようわからんか。とりあえず落とした。ちょっと待って、どうしたらいいの今の。今のどうしたらよかったんでしょうか。え、こっから？え、こっから？マジで言ってんの？え？どこ？どこですか、これ。え、どこ？違うわ。違うとこだ。え、先進んだの、勝手に。あいつにくっついてるってことね。いや、ピシャイーンじゃないんだよ。ピシャイーンちゃうわ、ほんまに。勘弁してくださいよ。よし、行くぞ。ちょっと早めに進まないとダメだね。危ない危ない危ない。二段飛び。まずい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 。少年か少女は何をしているのか分からない。どこに行くの？監獄。どういうことだろう。これが監獄1ってこと？その先があるってことなの？なんか、遊びの雰囲気は子供をさらってるって感じ。さらってなんか実験してるみたいな。どうなんだろうね。おーっと、走り続ける。行っちゃっていいのこれ。
なに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 、なんだった？どういうこと？よくわからない。とりあえず上に行こう。つかめない。なんか瓦屋根のどこですか？瓦のような。本地。なんか来た。なんか鍵みたいのあるけど。あそこに飛び移るとか。関係ないか。鍵持ってきたけど関係ないかな。鍵関係ないですか？ああ、関係あった。頭に突き刺さっちゃった。これどうしたらいいの？開かないけど。これ持っていけないのかな？この鍵。物を運んでるときにバスで投げる。どういうこと？なんか嫌な予感すんの。こいつ触ったらなんか嫌な予感すんの。これ絶対なんか音出すんやろ、こいつ。うるさい、うるさい。こいつは何なの？どういうこと？物を運んだ時にバスで投げろ。どういうこと？僕のおつむでわからない。なんか来そうじゃない？なんか来そうで怖いんだけど。まあ、それはないか。運んどこう。君もおいで。
また当てんの？これ、また、あ、また当てんの？登れるんかい。なんだろう。何してんだ。わからないな。だよな。距離が必要だったんだね。またか。なんだ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 。またお腹空いたの。あやない。どうしたらいいの？わかんないんだけど。ネズミ食べろって。これさ、食べてんのこれ人間の肉でしょ、多分。つくまで。なんかいる。起きろ起きろ。少年起きろ。ここはどこ？落ちろって。簡単やな。何もない。マジか。立ち向かうしかないのでしょうか。この子を助けようっていう気持ちはないんだね、この子はね。この少年はとりあえず自分だけ助かればいいっていう感じかな。こんな感じが見える。そういうことか。
いや、自分で分かったけどね、今ね。言われなくても分かってたんだけどね。どうしたらいいの？そういうことか。上に上がれということでございます。勝手に火つけちゃおう。あ、なんか音がするよ。おうおうおう。おいおいおい、捕まる。何これ。何をやってんの、こいつは。スライディングできるんだ、このカード。この子は。どういうこと？どういうこと？どういうこと？ちょっと笑ってしまうんだけど。どういうこと？気づかれないように行けばいいってこと？いや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 、意味わからん。何がしたいの？なんかちょっと僕の予想だと、子供が好きなあの変態いるじゃないですか、たまに、たまにね。うん、それが、まあ、こういう、こう、さらってるってやつなのかな。意味わからんのやけど。意味わからんのやけど。どういうこと？ライディングできるの初めて知ったけど。一回あいつが何やるよ。刺すの？よくわかんない、やってること。ちょっと待てよ。ちょっ
ともう嫌なんだけど、マジで。怖いんだけど、少し。怖くなってきた。これはダッシュで行っていいよね。こいつ無視でいいわ。おーい！よくわからん。あれを掴んですぐに、逃げればいいのかな？いや、でもあれ回すしかないよな。腕長おじさんちょっと、ああ、腕長おじさん、ぶつかった。いやいや もうどうしたらいいんだよ。隠れんのかな。一回隠れてみようかな。一回隠れてみよう。どういうことこれ？なんかライトが変わる。わからんなぁ。走っちゃいけないのかな。ダメだよな。ってみようか。それで気づいたらもう無理だよ。気づくんかよ。無理。しょいって。きしょいよー、きしょいよもう走っていいんだね。ちょっと ちょっとマジで積んでるんだけど。
ジで言ってる。わけわからん。なんかわけわかんなくなってきたんだけど。そんなことある？そんなことある？見えてへんよ。よし、わかった。次で決めます。ちゃうわ、ほんま。なんで？意味わからんよ。匂い。匂いか。え？何マジで。意味がわからない。全然わからん。なんでなんでバグったのかよ。なんでバグるんだよ、ここで。ここでバグるか。バグった、絶対。そんなことある？一番意味わからん終わり方してるよ、今。意味わからん、マジで。ちょっと操作忘れてるし、しかも。靴？埋もれて隠れたらいいけど。そういうわけにはいかなそうだね。まあ最初から走ればよかった。最初から走ればよかったよ。多分ね、この上行ったら多分余裕だよ。しくった。オッケー。水に入りたい。
はい、ということでございまして、リトルナイトメア1回目終わりたいと思います。ありがとうございます。またすぐアップします。よかったらチャンネルで高評価よろしくお願いいたします。またね。バイバーイ、リショー TV でした。